ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、ドラッグオンドラグーンって知ってるか？詳しくは知らないんだけど、確か、ニーヤシリーズに繋がる作品よね。そうだな、ニーヤシリーズも独特の世界観が楽しめるゲームなんだが、ドラッグオンドラグーンはなんと、世界一電波なシナリオと言われる、癖の強い問題作だったんだぜ。そんな作品だったの？詳しく知りたいわ。じゃあ今回は、ドラッグオンドラグーンの歴史について紹介していくぜ。ドラッグオンドラグーンは、これまでに3作品が発売されていて、1作目は2003年9月11日に、PS2 用ソフトとして発売されたんだ。ジャンルはアクション RPG だな。敵がわらわら出てくる無双系アクションなのね。そうだな、それとドラゴンに乗って戦う、3D シューティング風の空中戦がメインになっているんだ。へぇ、ドラゴンに乗ることができるなんて面白そうだわ。ああ、威力の高い直線のブレスや、追尾性能のあるロックオンブレス。それに、強力な全体攻撃になっている大魔法が使えて、爽快感が抜群なんだぜ。ドラゴンが出てくるってことはファンタジーなのよね？そうだな、発売前から剣と魔法とドラゴンという要素が、雑誌なんかで大きく取り上げられていて、スクエニから完全新作ファンタジーが発売されると話題になっていたんだ。その情報だと王道ファンタジーを期待してしまうわね。ところが実際に発売されたドラッグオンドラグーンは、冒頭でも紹介したように、世界一電波なシナリオの問題作だったんだぜ。どんなシナリオだったのかすごく気になるわ。世界の均衡を保つ、最終封印である女神を有する連合軍と、女神を否定する、帝国軍の戦いが起きている世界が舞台になっていて、女神フリアイが、主人公カイムの妹なんだ。結構重要な立場の主人公なのね。ある日フリアイが帝国軍の襲撃にあって、傭兵をしていたカイムは奮闘するんだが、致命傷を負ってしまうんだぜ。いきなりピンチじゃないの？でも、その時にレッドドラゴンと出会って、契約することで生き延びるんだ。それでドラゴンに乗って戦うことができるのね。そうだな、というわけで基本的にはフリアイを救ったり、帝国軍と戦ったりするストーリーになっているんだぜ。それだと普通のストーリーよね？どこが電波だったのよ？まず、登場人物がヤバいやつしかいないんだ。全員ヤバいやつってこと？ああ、主人公のカイムは、目の前で両親の命を奪われたことで、帝国とブラックドラゴンを激しく恨んでいて、その復讐のために連合軍で戦っているんだが、実はこれは建前で、実際には殺戮と殲滅が趣味の殺人狂なんだぜ。主人公からしてヤバいやつなのね。妹のフリアイはカイムに思いを寄せているし、幼馴染で親友のユーバルトは、そんなフリアイに依存している。さらに仲間になるキャラクターも、小さい男の子が好きな騎士や、子供を捕食する未亡人、イーコを演じている少年と、かなり個性的なメンバーが揃っているんだぜ。すごいパーティーね。確かにそんなメンバーで冒険していたら、王道ファンタジーにはならないわ。さらにゲームを進めていくと、ユーバルトはカイムに嫉妬して狂っていき、妹もおかしくなって、ほとんどの分岐で命を落としているんだ。というわけで一番まともなのは、主人公の相棒であるレッドドラゴンのアンヘルだ。まともな人はいないのね。ところでストーリーには分岐があるの？ああ、この作品には A から E の、5つのエンディングが用意されているんだぜ。へえ、5つもあるのね。どんな内容だったのかしら？ A エンドは世界の崩壊を防ぐために、アンヘルが自ら封印になることを申し出て、戦いが終わった世界とは引き換えに、眠りについてしまうという内容なんだ。相棒との別れなんて悲しすぎるわ。もっとハッピーなエンドはないの？ないな、というかこの、A エンドが一番マシだと言われているんだぜ。他のエンディングはどうなっているのよ。妹が化け物になって増殖したり、巨大な乳児の姿をした敵が出現して、主要キャラが全員命を落としたりと、すべて打つエンドになっているんだ。救いのないゲームだわ。そして一番有名なのが E エンド、通称新宿エンドだな。新宿？ファンタジーなのにどうして新宿が出てくるのよ。女性の姿をした敵、母体を追って、カイムとアンヘルが、時空の狭間を抜けて新宿の上空にたどり着くんだ。時空を越えてきたのね。そこで滅びの歌を歌う母体と、リズムゲームで勝負をして、これに勝つことで母体を倒し、世界を救うことができるんだ。ところがカイムとアンヘルは、異世界では正体不明の飛行物体と認識されて、なんと、戦闘機のミサイルで撃ち落とされてしまうんだぜ。まあ、確かに新宿の人にとっては脅威でしかないけど、プレイヤーはショックよね。東京の環境音とともにスタックロールが流れ、最後は東京タワーに刺さるレッドドラゴンが映って終わるんだ。とんでもないエンディングね。そしてこのエンディングが、ニーヤシリーズに繋がっているんだぜ。そうなの？異世界から来た母体と、ドラゴンから出た魔素という、もともとなかった勇士が、人間に悪影響を与えたっていう世界なんだ。そうだったのね。とはいえニーヤシリーズは、ドラッグオンドラグーンから、1000年以上未来の話だから、直接的な繋がりはあまりないな。さて、こんな感じで奇抜な設定や、打つ要素が多い作品なんだが、個性的なキャラクターや凝った演出は好評だったんだぜ。刺さる人には刺さるゲームよね。収集要素になっている武器についても、呪われているものがあるのはもちろん、陰惨な過去や悲劇的な経緯といった、暗い背景を持つ武器が多く、さらに成長システムも、血を吸わせて強化するというものになっているんだ。
設定が徹底されているわね。というわけで武器を強化するためにも、たくさんの敵を倒す必要があるんだが、地上戦の動きが、かなりもっさりしているんだよな。無双系なのに地上戦は爽快感がないってこと？そうだな。武器を振るモーションは、どこか動きが硬くて遅いから、全然強そうには見えないし、武器種は多いのに固有のモーションは少ないから、特に面白さはないな。さらにカメラもいまいちで、視野が狭かったり勝手に動いたりで見づらいし、戦場には味方が一人も登場しないんだ。確かに全然面白くなさそうだわ。しかも敵の密度は低いのに、マップは広いところが多く、それなのに制限時間以内に敵を一定数倒さないと、隠し武器が入手できないっていう、ストレスが溜まる仕様だったんだぜ。途中で嫌になりそうね。ところがこのもっさりした地上戦が、逆に癖になってしまう人が多かったんだ。どうしてなのよ。不況はオンの BGM を聞きながら敵を無心で切って、血しぶきを見ているうちに、だんだんと面白くなってくるらしい。怖いわね。まあ、昔のモンハンなんかも、動きはかなりもっさりしていたから、意外ともっさりしたアクションは、癖になる人が多いのかもしれないな。そういうものなのね。難易度については、ノーマルとイージーが選択できたんだが、最後のエンディングを見るためには、ノーマルでしか入手できない武器が必要で、アクションが苦手な人は、結局苦労することになったんだ。それはちょっと辛いわね。それに、さっき言った母体との最終決戦は、アクションでもないリズムゲーだから、挫折してしまう人も多かったんだぜ。クリアしても打つエンドだし地獄だわ。BGM については全体的に狂気じみていて、ずっと聞いていると、精神が不安定になってくるような感覚になるのは間違いないな。ただし世界観には合っているから、評価する声も多いんだぜ。確かに明るい BGM でも困るわ。音声面ではキャスト陣の演技も好評で、特に、カイムとレッドドラゴンを演じたピーターさんの演技や、ユーバルト役、唐沢俊樹さんの振り合いレンコが人気だったんだぜ。インパクトがすごいわね。というわけで、ドラッグオンドラグーンの一作目は、誰にでも愛されるような王道ファンタジーではないものの、その奇抜で救いのないストーリーや設定で、熱心なファンを獲得した改作なんだぜ。そんな作品の続編が、2005年6月に発売された、ドラッグオンドラグーン2、封印の赤、背徳の黒だな。続編ってことは、前作のエンディングから繋がっているのよね？どのエンディングの続きなのかしら？基本は A エンドがベースになっていて、B エンドの要素も少し含まれているんだ。ということはアンヘルが眠っているけど、比較的平和な最後を迎えた世界ってことね。そうなるな。B エンドの要素っていうのはどんなものなの？再生の卵だな。再生の卵？封印が崩壊すると、世界に出現する卵の形をしたもので、世界を救う神の恩恵と言われていたんだが、実際にはこの卵に入ると、世界を滅ぼすための存在に変えられてしまうんだぜ。絶対入りたくないわね。B エンドでは命を落としたフリアイが入れられて、化け物になってしまったんだ。そうだったのね。そこから続編にはどう繋がっているの？本作の主人公、ノエは最初、ユーバルトとフリアイの、隠し子なんじゃないかと言われていたんだが、実はなんと再生の卵によって、ユーバルトとフリアイの体が、融合して誕生した、新人類という特殊な存在なんだ。カイムとはまた違った癖のある主人公ね。そうだな、しかもヒロインは、前作で世界を崩壊へ導いた、マナというキャラクターで、本作では色々あって記憶を失っているんだが、世界を救うために、封印を壊す旅をしているんだぜ。今度は無自覚に世界を破滅させようとしているのね。さらに、主人公のノエは序盤でマナに惚れて、マナが望んでいるからという理由で、何の疑問も持たずに行動していくんだ。自分の意思を持ちなさいよ。シナリオは二人の行き当たりばったりな物語になっていて、恋愛要素が多く、全体的に薄い感じになっているんだぜ。前作のような癖の強いストーリーじゃないの？ノエやマナをはじめとしたキャラクターたちは、相変わらず癖が強くて魅力的なんだが、ストーリーは王道寄りになっていて、前作のような鬱要素やホラー要素は、かなり緩和されているんだ。なんだか物足りなく感じそうだわ。確かに、プレイヤーからは前作の抜け殻と呼ばれていたんだぜ。本作には前作の主人公カイムとアンヘルも登場して、二人の結末も見ることができるんだ。それはめちゃくちゃ気になるわね。終盤に登場するこのイベントは、ムービーや演出も良くて、ファンを本気で感動させたんだが、評価されすぎたせいで、本編はこれ以降、打足と言われてしまったんだぜ。そんなに？でもそれだけ前作の根強いファンがいたのに、どうして雰囲気が変わってしまったのかしら？それについては、前作は絶望をテーマにしていたのに対して、本作は希望がテーマになっているからなんだ。そうだったのね。だから、前作にはなかったハッピーエンドも存在しているんだぜ。おお、ついにこの世界も平和になるのね。ただし、そのエンディングを見るには周回プレイが必要で、この作品は周を重ねると、敵のステータスが上がって難易度が上がるから、主人公のレベルをカンストさせても、雑魚敵の方が強いんだよな。普通は少しずつでも楽になっていくわよね。そのせいでアクションが苦手なプレイヤーはかなり苦労したんだぜ。しかも本作では、前作になかったガードや弾き、といったシステムが追加されていて、これはプレイヤーキャラだけじゃないから、敵も高頻度でガードしてくるんだ。攻撃が防がれちゃうのね。しかも、前作で問題だったカメラワークやもっさり感は、あまり改善されていないから、なかなかストレスの溜まるアクションだったんだ。前作よりも辛そうだわ。
突きや切り上げといった、アクションや技の種類も増えていて、モーションパターンも増えているし、戦略性も向上したんだが、中途半端な改善が多くて不評だったんだぜ。結構変更されたところもあるのね。ああ、ただ敵を倒すだけじゃなくて、仕掛けや謎解き要素があるステージが登場したり、地上戦には味方の兵士もちゃんと出てくるようになっているんだぜ。ちゃんと改善されたところもあったのね。その分微妙なシステムが多かったのが残念なんだよな。他にも微妙なシステムがあったの？ああ、いくつかあって、まずは前作にはなかったお金だな。本作ではお金の概念が追加されていて、敵を倒すとドロップしたり、宝箱から入手できるようになったんだ。前作にはなかったのも驚きだわ。でもお金のシステムが微妙って、物価が高いってことかしら？もちろん気が遠くなるような値段の武器やアイテムもあるし、敵がドロップするお金が少ないっていう不満もあったんだが、そのドロップしたお金は、触らないと入手できなかったんだ。一定の距離で勝手に集まってきたりしないってことかしら？そうなんだぜ。それは面倒ね。しかもなぜか挙動がリアルで、下り坂を転がっていったり、崖下に落ちていったりと、コンボの邪魔をする仕様だったんだぜ。テンポも悪くなりそうだわ。そうして貯めたお金で買う武器についても、前作では強化していくと、形状が変わるという楽しみがあったんだが、本作では育てても形状が変わることは、なくなっていて、武器固有の魔法も減っていたんだ。劣化してるじゃないの。ただし、武器が持っているストーリーについては、前作キャラにまつわるものがあったり、前作とセットになっていたりと、ファンサービスがあったんだぜ。それは嬉しいわね。他に微妙だったのは、チャプターセレクトがなくなったところだな。チャプターセレクト？前作では、好きなチャプターを選んでプレイすることができたんだが、本作ではなくなっているから、気に入ったメインミッションがあっても、もう一周しないとプレイできなかったんだぜ。さらに周回によって分岐したストーリーは、そのデータでは見ることができなくなっていたんだぜ。確かに不親切なシステムね。一応ムービーは後からでも干渉できるんだが、そもそもムービーが少なくなっていて、イベントシーンはキャラがほぼ動かなかったり、風景が映っているだけだったりと、前作の凝ったイベントシーンを想像していたプレイヤーをがっかりさせたんだ。それはがっかりするわね。エンディングの一部はほぼ静止画だったせいで、ボラギノールの CM みたいだ、と言われていたんだぜ。エンディングがボラギノール？さらに、ノエとマナの声優がとにかく棒読みだったせいで、重要なシーンも感情の起伏がわかりづらく、盛り上がりに欠けていたんだ。シナリオに日本語がおかしいところがあるのも合わさって、いまいち感情移入できない仕上がりになっているんだ。確かにメインの二人がそれだと集中できなさそうだわ。というわけで、ドラッグ・オン・ドラグーン2は、改善された部分もあったんだが、解約された部分も多く、前作にあった癖の強さも薄まったせいで、微妙な評価になってしまったんだ。そんなドラッグ・オン・ドラグーン2から、8年後の2013年12月に、ドラッグ・オン・ドラグーン3が発売されたんだ。シリーズ10周年の作品だったのね。そうだな、メインスタッフが続投して作られた本作なんだが、ストーリー的にもシステム的にも、前作までとは違っていたんだぜ。どこが変わっていたの？ストーリーで言うと、基本的に陰湿で凄惨なところは同じなんだが、全体的にギャグ要素が多くて、その内容も下ネタが大部分を占めていたんだぜ。下ネタ？というのも本作は、歌で魔力を操る歌うたいという、5人の女性が中心にいて、主人公はその姉として現れた、ゼロなんだ。可愛い女の子がいっぱい出てくるのね。歌うたいにはそれぞれに従う男性の戦士がいて、護衛の他に、欲望の吐け口になっている者もいるんだぜ。すごい設定ね。そしてゼロは妹たちの命を奪って、その人たちとそういう関係になることも。また癖の強い主人公だわ。というかゼロは妹たちを倒すのが目的なのね。そうだな。基本的には妹を倒して、人を仲間にして、また次の妹のところに殴り込みに行くっていう流れで、結構あっさりした展開が続くんだぜ。あっさりしてるの？主人公と相棒のドラゴン、ミハイル以外のキャラクターについては、本編ではほとんど掘り下げられていなくて、公式サイトの小説や漫画、歌姫5を読まないと、わからないことが多かったんだ。本編だけではあっさりしていたのね。逆に小説や漫画を先に読んでいたファンの間では、妹たちの人気が高まっていたのもあって、本編での扱いに、がっかりする人が多かったんだぜ。それはがっかりするわね。ストーリーの中でも匂わせるだけ匂わせて、特に回収がない要素が多かったんだが、これについてはユーザー間での考察が盛り上がるように、わざとそうしているみたいだな。実際にユーザー間での考察は盛り上がっていたんだが、それでも、ヒントが足りない要素が多いという不満もあったんだぜ。でも考察するのは楽しそうだわ。一方で、ゼロや仲間たち、それからただの敵のモブ兵士なんかは、戦闘中にかなり喋るんだ。そんなに会話があるの？ステージ開始からクリアするまで延々と喋っていたり、敵が攻撃のセリフや泣き言を言っている時に、主人公側は別の会話をしていたりするんだ。確かにそこまでおしゃべりしながら進むゲームは珍しいわね。声優の演技が良かったのもあって、この会話の多さ自体は好評だったんだ。ただし、会話の内容については、さっきも言ったように下ネタがあって、これを面白いと感じるプレイヤーと、受け付けないプレイヤーで、評価が分かれてしまったんだぜ。リビングではプレイできないわね。さて、こんな感じで、ストーリーはコメディ要素が増えていたんだが、アクションも前作までとは大きく変わっていたんだ。
どんなところが変更されていたのかしら？まず、前作までの広いステージの無双系じゃなくて、一本道のマップになっていたんだぜ。へえ、それは確かに大きな変更だわ。まあ、これについてはどちらかというと不評で、大体どのマップでも、特定の地点まで進むと小部屋に閉じ込められて、敵を全滅させるとまた進めるという、ワンパターンになっているし、探索要素も大幅に減っているんだよな。広いのも大変だったけど、狭いのも不評だったのね。さらにミッションの内容も、特定の敵を倒してアイテムを奪え、もしくは、宝箱を壊してアイテムを奪えの2種類がほとんどで、マップも使い回しが多かったんだ。そうしてたどり着いたボスの行動パターンは乏しく、特に強いということもないから、張り合いのないボス戦になっていたんだぜ。ボスまで単調だったのね。前作まで好評だった、ドラゴンに乗って戦う上空戦も、本作ではただのシューティングになっていて、特に戦略性もないのに、移動とカメラの操作が、なぜかどっちも左スティックになっているせいで、操作だけはいまいち難しいという微妙な出来になっていたんだ。それはがっかりした人が多そうだわ。とはいえ、アクション面が不評だったかといえばそうではなくて、実は、これまで問題になっていたもっさり感が、かなり改善されていたんだよな。ついにもっさりから解放されたの？ああ、キャラクターの動きが軽快になっていたし、攻撃やジャンプといった基本アクションも見直されて、敵を巻き込みやすくなっていたり、広い範囲を攻撃できるアクションが増えていたりと、爽快感が増していたんだ。テンポも良くなっていそうね。そうだな、武器の切り替えをボタン一つでリアルタイムにできるようになっていたり、回避が素早くなって、すぐに攻撃に移れるようになっていたから、テンポもかなり改善されていたんだぜ。あとは本作で追加されたシステムもあったんだ。どんなシステムが追加されたの？歌うたいモードだな。歌うたいモード？簡単に説明すると、自身を強化できるモードなんだぜ。ブラッドゲージっていう、専用のゲージを貯めると発動できて、発動している間は無敵になる上に、移動と攻撃性能が上がって、さらに、ロックオンした対象の近くにワープできるようになるんだ。めちゃくちゃ強そうだわ。切り札や強い敵の対処として使えて、効果力のコンボを決められるから、爽快感もすごいんだぜ。というわけで、マップやボスについては不評だったんだが、アクション性については、改善が見られて好評だったんだ。確かに前作までの独特なアクションとは違って、普通に面白そうだわ。ちなみにエンディングの一つには、一作目で登場したリズムゲーが、本格的なリズムゲーになって再登場しているんだぜ。歌がテーマになっているものね。相変わらず何の説明もなく始まる上に、敵の攻撃に当たると一発で失敗になるんだ。しかも、約8分という長さだったんだぜ。長いわね。ただし、一作目が実はリズムに関係なく、対応したボタンを押す、反射神経ゲームだったのに対して、本作はちゃんとした音ゲーになっているから、むしろ優しいと感じる人もいたんだ。リズム感がある人には簡単だったのね。この仕様に関しては賛否が分かれているものの、作品全体の音楽はかなり評価されているんだぜ。ボス戦の BGM が激しいロック調の曲になっていたり、歌うたいモードを発動すると、BGM にボーカルがついて、パーカッションも増えるという、凝った演出もあったんだ。すごいこだわりだわ。そして本作で一番好評だったのは、相棒のドラゴン、ミハイルだな。見た目は強そうなドラゴンなんだが、中身が無邪気な子供なんだぜ。可愛い系のドラゴンなのね。そうなんだ、あざといっていう意見もあるんだが、そのあざとさもいいっていう、意見もあって、ミハイルの可愛さがこの作品最大の長所、とも言われているんだぜ。確かに可愛いわね。とまあ、好評だった部分も多いんだが、一作目のような電波なストーリーを期待した、ファンからはがっかりされてしまったんだ。ただし、前作までとはまた違った癖の強さもあって、遊びやすくなっていることから、それなりに評価されている作品なんだ。というわけで今回は、ドラッグ・オン・ドラグーンの歴史について解説してきたんだぜ。一作目は改作でありながら、その狂気的な設定やストーリーが評価されていたんだ。二作目ではその要素が薄まって、三作目ではギャグ化してしまったのよね。もちろん改善された部分も多かったんだが、がっかりしてしまうファンも多かったんだぜ。打つ要素って刺さる人には刺さるものね。なんだか私もプレイしたくなってきたわ。みんなもドラッグ・オン・ドラグーンの思い出があったら、コメントで教えてくれよな。皆さんの意見も聞かせてほしいわ。それじゃあ次の動画で。またねー。